衆院静岡4区の補欠選挙の告示まで1ヶ月を切る中、野党共闘の動きが加速しています。立憲民主党と国民民主党の県連は今日、連合静岡を訪れ、野党統一候補の田中健さんの推薦を依頼しました。衆議院の静岡第4区補欠選挙において、田中健予定候補を野党の統一候補として支援をしていくことが相整いましたので、発表させていただきたいと思います。静岡4区の補選をめぐり、立憲民主党、国民民主党、共産党などの野党はおととい、元東京都議の田中健さんを統一候補にすると表明しました。野党統一候補の田中さんの推薦を依頼するため、立憲民主党と国民民主党の県連の幹事長は今日、労働組合の組織連合静岡に向かいました。補選まで時間がない中で、連合静岡の支援は重要ですが、ハードルがあります。田中さんは2017年の衆院選で旧民進党を離党し、連合静岡から推薦を取り消された経緯があります。連合さんが私のやる気やですね、本気というのを理解していただいたかというのが、結果的にこれからの推薦になるかならないかということだと思います。しかし、連合静岡への推薦依頼を終えた野党の幹事長2人は難しさを口にします。決して楽観できるような状況ではない。かなり経過を見ると厳しいような状況ですよと、こういうコメントはいただいております。目標は我々も連合さんもやはり打倒安倍政権、目標は一つだと思いますんで。ここは一致団結して戦っていきたいなと、期待を込めて私はお願いしました。連合静岡の中西清文会長は推薦について非常に難しい判断になるとして、来週23日の臨時会議で協議する方針です。